はい。今回は作成するレンダリングの解像度を指定する方法について解説していきます。このレンダリングの解像度はシェーダーツリーから指定します。シェーダーツリーの一番上にあるレンダー、こちらをクリックしフレームタブを開きます。このフレームの中にあるフレーム幅と高さで解像度を設定します。幅と高さはそれぞれ自由に変更することができますが、 現在設定されている解像度の縦横比に従って、片方の値を指定すると、もう片方の値も自動的に設定することができます。例えば、現在 640×480 という値が設定されていますが、幅の入力フィールドに960と入力し、コントロールキーを押しながら Enter キーを押すと、すると自動的に高さが720、 という値が入力されます。同様に、高さのフィールドを360と入力して、コントロールキーを押しながら Enter ーキーを押すと、フレームの幅は480に設定されます。この機能を使うと、縦横比を変えずに、新しいサイズへと変更することができますので、覚えておくと大変便利な機能です。 このように全体のサイズを指定する場合はフレームタブの中にあるこのフレーム幅と高さの設定を使いますがレンダリングする領域の一部だけをレンダリングしたいという場合もあります例えばモデルの質感などを変更したためテストレンダリングを行いたいけれども全体をレンダリングするには時間がかかりすぎる といった場合、同じフレームタブの中にあるこちらのレンダーリージョンという機能を使用すれば、フレームの一部だけをレンダリングすることができます。レンダーリージョンの指定の仕方は、全体に対する上下左右の範囲の位置を指定するものですが、このフレームタブの中でレンダリングさせたい箇所をいきなり数値で指定するのは難しいものがあります。 このため、レンダーリージョンを視覚的に設定する方法が2つ用意されています。1つは、レンダーウィンドウの中で指定する方法です。レンダーウィンドウを開いてみます。このシーンでは、すでに一度全体をレンダリングしています。この状態であれば、比較、リージョン、オプション、こちらのタブから、レンダーリージョンの編集、このボタンをクリックします。 すると、レンダーウィンドウ上に四角い領域、こういったヘリのところに黄色いハンドルが現れるようになりますので、こちらでレンダリングしたい箇所だけを設定することができるようになります。このハンドルをインタラクティブに設定すると、こちらの値も 自動的に変わります。このようにして設定した値は、レンダリングウィンドウを閉じても、フレームのリージョンの設定のところに反映されるようになっています。また、レンダーウィンドウを使わずに、0GL の画面で設定する方法もあります。セットアップタブへと移ってみましょう。 レイーエルの設定をオンにしてみます。この場合、レンダーメニューにある、レンダーリージョンツール、こちらをオンにすると、ビューポート上をクリックドラッグするだけで、レンダーリージョンの範囲というのを直接設定できるようになっています。